はい、どうも無月です。今日も J プレイやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。はい、で今日は、オールディビジョンで、ドラゴンゾンビを持ってまいりました。結構ね、診断で強化されたんで使いたいなと思っていたんですが、ちょっとね、いやパスあるはあるんだけどね、オールディビジョンの方が楽しそうだなっていうので、今回はオールディビジョンです。さあ相手はハンデス、ハンデス対策がちょっとね入ってないんでね、やめていただきたいんですが、とりあえず序盤どうしてもね、ドラゴンゾンビは重いのが多くなりがちなんで、マナブーストのために緑も入れております。さあとりあえずダピコを出しましょう。ダピコが強いんだしかもね、多分相手ちょっとハンデス多いって、多分小型の除去はねほとんどいないとは思うんで、そこは唯一の救いではあるんですが、さあそれにしてもハンデスが多すぎたな。もう手札がないよ。さあなんとか今5マナ前溜まったんで、5マナぐらいからだいぶね動きやすくなってくるので、さあ来た。こいつ結構面白いですね。ヘルオベル君、墓地肥やしのさらに1枚回収できると。で、墓地からドラゴンが離れた時に相手1枚ハンデスという、なかなかトリッキーな能力を持っております。さあビーロマで、これビーロマのこれも、墓地からもちろんあの離れておりますので、はい、ハンデスが発動します。まあ、ただベルリンいるんでね、ちょっと意味はないですが、はい、それは全部、ビーロマで、はい、さようなら。うわやばやば、もうヘブンズゲートとそのパースたちが完全に入ってましたね。さあ一応ここでデスゲート食らいましたが、ダピコの能力発動。さあ一匹選んで、さらにグルジェネード復活。いやー気持ちいいこのコンボが決まると本当に気持ちいい。対戦ありがとうございました。はい、最後にデッキ紹介でございます。デッキのレシピはこんな感じとなっております。イメージとしては、ビーロマ、あとはグールジェネレード、この辺のデッキをミックスしたような感じになってます。新カード的にはヘルオベルと、あとドラゴンゾンビのアタックチャンスが入ってるぐらいですかね。結構決まると気持ちいい上に、最後どうしようもない時はデスドラとかビーロマでゴリ押しするっていう感じのデッキになってんで、もしよければ使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。